幼い頃からの夢のスタートラインにようやくたどり着いた阿部裕樹くん。そんな彼が4年後の自分へ送る手紙とは。4年後の自分へ、阿部裕樹。2020年ということは東京オリンピックの年ですね。その頃には体も大きくなり、 J リーグで活躍してオリンピックの代表に選ばれているよね。東京オリンピックで一生懸命プレーしている姿、それを両親に見てもらい、両親を感動させるんだ。その後は A 代表にも選ばれ、海外移籍を果たして世界を舞台に活躍する選手になってください。大きな壁があっても必ず乗り越えてきた。だから4年後の自分はもっと高い壁も乗り越えられるはず。絶対にやり抜いてください。過去の自分に嫉妬されるような人になってください。2016年の自分より。